はい、ただいまですね、渋谷区ショート来ております。第1話でですね、達郎がですね、僕は誓いますとこの宣言したホールがですね、この前のオーチャードホール内でございますね。はい、第2話の冒頭ですね、2人が出てきた入り口といいますのが、ここなんですね。はい、ドラマと同じアングルはといいますと、ちょうどこんな感じになるのかな。そうですね。でね、ここで2人は話してますね。確かね、チケットをね、もらうんですよね、達郎さんが。で、もらった後、ここをね、走っていくっていうね、姿がありましたね。はい、こんな感じですね。この後ですね、直人くんとカオルさんのね、シーンがございまして、ここの入り口ですね。この入り口があった、この前あたりですね。はい。ここで2人、話してますね。同じです。で、この後2人はここをずーっと歩いていくんですけど、このね、後ろのこの部分、同じですからね。ここをちょうど2人がね、歩きながら話してるっていうのがね、まさにここでございましたね。はい、次はですね、第2話でですね、花束を持ってきた達郎がね、カオルさんを追いかけて歩いてた通路というのがおそらくね、ここの入り口の中だと思うんですよね。ここの出口を出てくるカットがありますから、これ同じですね。でね、隣の方にね、ちょうどね、これ駐車場の入り口かな、ありますからね。ですから、ちょうど2人はここでね、タクシーに乗ったわけでございますね。はい、そしてね、タクシーがね、去っていくアングルもここ、はい、同じですね。こんな感じです。はい、次はですね、第10話でですね、正面のね、ホールから出てくる、カオルさんがいまして、出てきた先に、なんとね、藤井課長が待ってるっていうシーンでございましてね。そしてね、ここで2人が話してるシーンなんですけど、この後ね、美香ちゃんがね、花束を渡すシーンなんかもちょうどこの前ですよね。ちょっと見にくいですけどね、ここ、藤井の車が止まってたのはなんとね、ここなんですよね。ですから、そしてですね、車に乗り込むアングルがちょうどね、このアングルではないかと思いますね。ここ同じですからね、これ。でね、車に乗り込もうとするところを、なんと左のこちらの方から達郎さんが走ってくるっていうシーンでございましたね、ここね。で、ここ走ってきて、ここでね、ちょうどこの道の真ん中でね、これ撮影されてますね、これね。じゃ、カオルさんがね、もう車に乗り込もうとするところを、泣いてるんです、心がピーピー泣いてるんです。そしてこの後ね、達郎が言うわけですね。僕は男としてあなたをもう一度取り戻します、宣言をね、ここでしたわけでございましてね。その場所がまさにここでございました。はいはい、ただいまね、神宮橋来ておりますと。第5話でですね、達郎さんとね、カオルさんが待ち合わせた場所がこの橋の上なんですよね。ちょっとね、達郎がいた場所はというと、この辺に達郎さんいましたよね。はい、こんな感じですね。そしてですね、カオルさんが歩いてきた方向がちょうどこっち方向ですね。こっちからね、カオルさんがね、こう歩いていく場面ありましたからね。そしてね、ここでね、ゆうたくんも一緒についてきたみたいなシーンがね、まさにここでございましてね。そしてね、ここでね、あっち行け、あっち行けみたいなね、シーンがまさにここでございましたね。この後ですね、第9話でですね、カオルさんがね、藤井課長の車待ってたのも、ここの橋の上のちょうどここになりますかね。はい、ちょっとドラマと同じアングル確認してみます。はい、ドラマと同じアングルはと言いますと、このアングルでしょうか。はい、やっぱここに立ってますね。横でですね、こう婚約指輪を、見てるシーンですけど、ドラマアングルはこっち側ですね。はい、ここでね、見事ね、カオルさん立ってましたね。はい、こんな感じです。第1話でですね、2人がお見合いしていた、歩いてた場所なんですが、ここよく見るとね、奥の方に歩道橋ありますよね。そしてですね、このパーキングチケットの看板あります。そして、ね、この電灯もね、結構ね、これ特徴的な、電灯しておりますね。この場所がですね、おそらくこの通りだと思うんですよね。
ここに、60分パーキングの、看板ありますよね。そして奥の方にちょうどね同じように、歩道橋が見えます。そして、ね、電球ですね。電球、ここの電球見るとまあ結構ね似てますよね、これもね。というわけで2人が歩いてた場所はここだということになるんですよね。はい、はい、ただいまね下の歩道橋を降りてまいりました。ドラマのねこの右にあったこれ何かわかんないんですけど、この何かがねおそらくこれですね。というわけでですね、2人はねここよりちょっと先のこの辺ですね、この辺で2人歩いてますね。はい、はい、確かこの場所でですね達郎さんがなんかで説教されてるんですよ。なんかね、なんでねあなたと私が釣り合わないって言えるのって、わかんないじゃないのみたいなっていう話をすると、えみたいな、もしかしてこれチャンスあんのみたいなね、連絡期待して待ってますみたいなことを言って、達郎さんがそうですねここをねバーッと走っていくっていうシーンでしたね。はい、この場所はですね第8話でですね2人がねバーで飲んだ後こう歩いてた場所というのもね同じくねここですね、このね例のなんだかわからないのがここにありますからね。この後ですね達郎がですね指輪を渡すわけですよね、翻訳指輪を。ちょうどねこのね床の模様なんかもねこれ同じですからね。そしてここでねなんと指輪をはめようとするも全然指輪がはまんないわけですよね、これね。でね、こう、あれ、おかしいな、みたいなことでね。で、あめくの果てには、ここ、はぁはぁしだすっていうね。ちょっとね、この辺はね、笑えて泣ける。そんなシーンでございましたね、ここはね。はい。はい、ただいまですね、代々木大山公園来ております。ここの公園がですね、第7話と第10話のねロケ地となった公園でございます。まずはね第10話でですねカオルさんとね直人くんがねこの滑り台の上で話してたシーンなんですけど、この滑り台がねこうねじ巻きみたいになっててめちゃくちゃね特徴的ですよね。このね滑り台がですねもう今ね残念ながらなくなってまして、この新しい滑り台になってましたね。ただですねこの奥の方に見えるこのジャングルジムなんですけど、これがね多分当時と同じなんですよね。ということでねやっぱここにねこのねじ巻きの滑り台があったと見て間違いないですね。そうですねこのアングルでですねこの木とかもおそらく同じですね。そしてね奥にあるこの東屋、これもね位置的に同じだと思いますね。というわけで第10話の2人はですねここのね滑り台でね話してたってことになりますね。第7話のシーンでちえちゃんとね直人くんがこの砂場のシーンですね。ここのね砂場がですねドラマをよく見るとこれ滑り台の付近ですよね。なのでここに滑り台があるのでおそらくこの近くにね一応ね砂場がありますね。ここに3つぐらいありますね。でこの砂場のどこかなんですね。はい、まあ、おそらく方向的に言うとこのアングルだと思われますので、どうでしょうここでね、2人が話してたんでしょうかね。はい、何やってるのみたいな話をしましてね、こうやってね手を入れて欲しいものを想像するんだみたいな話をねしてると、これちえちゃんも一緒にねここで手入れるわけですよね。そうするとですね手をつないだままわってなるんですよね。そしてねここでねちえちゃんが言うわけなんですね。あ、本当だってね、欲しいものが手に入ったみたいなね話をしてね、こうここでねえみたいなね空気になりましたね。はい、はい、ただいまですねここ西郷山公園来ております。ここはですね第11話でカオルとね純平がね歩きながら話してた場所でございますね。はい、おそらく話したりが話してたアングルはこんな感じでしょうかね。はい、どうでしょう、この後ろに見えるこの建物、うん、同じですよねこれね。ここでね純平がね兄貴にもう一度会ってくれないかみたいなね話をしてましたね。そして最後別れ際ですかね、あのカオルさんがね試験はどうなのとかって言った時にね、こっちの方向でね純平がね、いや兄貴は自信満々ですけど俺は多分ダメだと思うなんてね言ったシーンがここ、西郷山のここの場所でございました。はい、はい、
はい、ただいまですね、ヤマハ音楽教室、ヤマハ目黒センターというところに来ておりますね。ここはですね、第4話でですね、カオルさんと直人くんのね、リハーサルが終わった後にですね、2人が歩いてた場所がここになりますね。ちょうどこのアングルで2人歩いてきますからね。どうでしょうか。そしてですね、ちょうどここの前でしょうか、2人でこう話してるシーンがありまして、そしてですね、ここにね、ちょうど、カオルさんが立ってるわけでございますが、後ろにね、ヤマハ音楽っていうね、この看板もね、同じでございますね。はい、まあここでね、反対アングルでいうとここで2人が話してるわけでございますね。はい、ここの場所はですね、第2話でですね、達郎がね、馬券買って待ってた場所もこの建物のね、多分ね、この辺ですよね。そしてね、入り口の方から、カオルさんが出てきますね。2人がね、こう話してた場所はというと、おそらくね、この辺だと思いますね。背景に見えてるこの壁がですね、こっちの壁とね、同じですよね。はい。で、この後ね、二人はね、競馬を見てるシーンがあるんですけど、この場所はね、おそらくね、この建物の中だと思われますね。このね、外の景色、ちょっと比べてみますと、ここにね、駐車場がありまして、これ同じですよね。はい。というわけで、やっぱりね、この中でね、撮影されてますね。はい、こんな感じです。はい、ただいまですね、千束池公園来ております。ここの近くのね、レストラン、桃子とカオルがね、こう話してたシーンございましたね。その建物がですね、これですね、今、なんかテラスになってますね。はい、どうやらですね、この中休憩所なんか行けるみたいなので、ちょっと行ってみますか。はい、はい、ここがですね、ロケのされたテラスの部分ですね。ドラマアングルはと言いますと、どうでしょう、こんな感じでしょうかね。はい、桃子がアングルがこんな感じですよね。この辺一緒ですね。はい、そしてね、カオルがいたアングルはと言いますと、下の方からですね、これね、はい、まあちょっと強引にこんな感じでしょうか。はい、こんな感じです。中の部分はね、まあ、同じっぽいですね、これね。はい、このシーンはですね、外からのアングル撮られてまして、まあ、向こうにあるんですけどね、ちょうどね、こう池の上にね、建物がある感じなんですよね。ドラマではね、向こうの方向から撮られてますね。まあそんな感じでございますね。今日はね、この辺にしたいと思います。まだまだね、ロケ地いっぱいあります。そしてね、まだね、わからない場所もいくつもありますので、分かり次第またね、紹介していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。